どうもこんにちは。ということで、今日は、練習に来てるんですけど、最近全然動画上げられなくて、近況報告みたいな感じで、練習のやりながら話していこうかなと思うんですけど、まあ、試合ねたくさん出て、3試合出まして、2試合2回戦負けで、まさかの1試合は1回戦負けということで、あんまり良くない状況が続いているんですけども、ランキングはなんと200位をついに切って102台に入って今193位なんですけど、あと100位ぐらい上げれば全日本出れるんで、全日本出れるようにハードワークしようかなと思うので、その様子をちょっと見ててください。今日のレーシングパートナー紹介する。彼です。めちゃめちゃ眠そうにしてるんですけどね、俺と練習すれば起きると思うんで、バチバチ練習していきましょう。いいぞ。最近僕の気をつけてるポイントとしては、ちょっと格上相手になった時に僕のループボールがめっちゃチャンボになっちゃうんで、ちょっとさすがに威力を上げていかないといけないんで、ちょっと腰のひねり戻しを大きくしました。前までこの辺しか引いてなかったのを今はこれぐらいひねって、で早く体を戻してブワーって打つようにしたんで、この成果を次の大会では見せていきたいので、まだちょっと練習が足りないんで、その辺をちょっと気をつけながら練習していきます。レッツゲリ
ということで、今ハードヒットしてたんですけど、やっぱり身長が小さいからって僕は弱い球で勝負しろと、弱い球っていうか、なんていうんですかね、小さい選手でもこう当たり負けしないっていうんですか、シュワルツマン見てもらえば分かるんですけど、でかい相手にストロークとかで打ち負けないんですよ。なのでやっぱり、まあ、高いレベルに行くにはなんか小細工とかじゃなくて、やっぱり打ち負けないっていうのもすごい大事なのかなと思うので、ちょっと今そういうマインドになってるんで、ちょっとミスがね多くなっちゃうかもしれないですけど、でもそれをミスんないようになった時にやはり上の高いレベルに行けるのかなと思うんで、まあ僕はリスクを負ってもハードヒートしていこうかなと思うので、ちょっとその覚悟をこの後ごぼうちゃんに見せてやろうかなと思ってるんで、まあその様子を見ててくださいよ。よし、お疲れお疲れ。いやー、秋を感じるね。この小鳥のさえずりとこの川の流れ、いやー日本って綺麗だよね。まあそんな日本でこの前日本一を決める大会、全日本選手権があったんですけども、こう今回配信されてたんで、正直全日本選手権あんま見たことなかったんですけど、今年めっちゃ見たんですけど、そしたらやっぱ結構知ってる選手とかすごい見てて、いっぱいいっぱいっていうかたくさん出てて、特にやっぱ YouTube とか Twitter とかそういう SNS やってる選手なんかはすごいやっぱり知ってたんで、結構応援したくなったんですね。なのでやっぱり SNS をやっていくのはすごい選手として絶対大事だと思うんで、やっぱりまあ僕が出てるのはチョップの下のレベルの大会なんですけど、もし人気者がたくさん出てたらその大会すごい盛り上がると思うんで、いおりとかね、しょうごさんとか
まあ、有名な選手たくさんいるんで、まあ、そういう選手が増えていくと、まあ、テニス界盛り上がっていくんじゃないかなと思うんで、ああいう配信とか観客とか入れる大会にそういうイオリとかやっぱ知名度のある人が出た方がやっぱり盛り上がるんで、まあ、僕もその一人になろうかなと思ってるんで、まあ、まだね実力が全然足んないですけど、あと知名度も全然足んないんで、まあ、知名度の方はこの YouTube でたくさん上げていこうかなと思うので、皆さんご協力よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、では。小さい体に投資、モンスターのミホスモーニー、yeah. 誰にも売らないコービー、気ぃつけて待ちロービー、キルするフィールアイオーニー、yeah. 相手は現実逃避。カメラカメラ。